こんにちは。はい、今回はですね、神尾TV のスタッフさんに来ていただきたいと思っております。スタッフさんに来ていただく。はい。というのもですね、現在神尾TV ではですね、スタッフさんの募集をまあもう今からスタートするまさに今の段階ですし、またね近いうちに本当に近いうちにというか本当にもう間もなくですね、新しい女子メンバーの募集も始めていきますので、まあ実際にね一緒に神尾TV を作っている裏方さんの声もお届けすることで、なるほど。また違う角度から神尾TV の魅力をよりお伝えできたらなと思いました。あ、なるほどね。今回スタッフさんに初めてね出てもらうことになろうか。裏方さんに出ていただくということにしました。はい、またね神尾よとかね奈良節さんからのこの表側からの話だけではなくて、スタッフさんからのこの神尾 TV の裏側というか、舞台裏の話も していただくことで、何それちょっと恥ずかしい、ね、スタッフさんとして神尾 TV に入ってどのように人生が変わったのかとか、あなるほ ど、ね、どれぐらい成長できたのかとか、セルフイメージがどのぐらい上がったのかとか、仕事や年収はもう増えたのかというところまでね、ざっくばらんにお話ししてもらうことで、神尾TV のスタッフとか出演者に興味あるけど、まあねちょっと迷ってるなっていう方の背中を押すきっかけになればいいかなと思いまして、いい企画じゃないか、はい、ちょっとスタッフさんの声を聞いてみようかなと思います。またねスタッフとかスタッフ募集とか出演者には当てはまらないけども、まあ普段ね語られることのない神尾 TV とか僕たち演者の裏側の話もね、あなるほど、 NG 一切なく語ってもらうと思いますんで、おそうす神尾 TV ファンの方にも必見の内容になっております。 ありがとうございます。よろしくお願いします。ではではもう前置きはこのぐらいにして早速登場していただきたいと思います。はい、じゃあ出ていただきましょう。はい、ドーン。どうもどうもでは早速紹介させていただきます。神尾、はい、TV のスタッフであり、まあ、というかね神尾、TV チャンネル登録者数10万人突破を一緒に成し遂げてくれた、僕らの大切な仲間であるドキさんです。どうもドキです。はじめまして、お願いします。お願いします。お願いします。まだねチャンネル登録者数がですね、まだもう数万人ぐらいですよね。数万人ぐらいですね、これから一緒にずっとやってきた、神尾TV のクルーでございます。そうですね。で現在はね動画編集チームのリーダーとして、あそうですね、5名のメンバーを引っ張っていってくれております。だからワンピースで例えればですね、 YouTube を目指す僕ら神尾海賊団の一番大隊長マルコということです。おお、なるほどね。不死鳥でフェニックスひたすら編集してもらっても不死鳥で蘇ってきてもらわないから。ではですね、まあ、ドキさんの、はい、まずは簡単な自己紹介からお願いしていきたいと思います。はい、ドキと申します。まあ、僕はフリーランスで、まあ、映像制作のお仕事やってまして、はい、で、まあ、神尾 TV をメインに、まあ、他にもいろんな、まあ、撮影とか編集とかのお仕事をしています、で、まあ、起業して、まあ、今年で5年目、はい、で神尾 TV と関わってからはまあ丸2年ぐらい、お、はいはいはい、っていう、まあ、ざっくりとした仕事の紹介ですけど、はい、その話で、まあ、あとは若い時20代の時は、ちょっとバンドとかもやったりしましたね。はい、プロでね。プロですよね。いや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 、プロを目指してたけど、まあ、叶わなかったという。ああそうですね、はい、プロを目指すほどのでも実力があったわけですね。本気さがあったわけですね。本気さはありましたね。はい、まだドキさんもいるからこの神尾 TV バンド企画も実は始まったところがありましたね。いや本当 ね、もう楽しみしてるんですよ本当に。行きましょう本当に、はい、といった感じで。なるほど。え、この台本にある GTO のくだりはやらないんですか。やっていいですか。あと最近まあハマってる、まあ、ドラマがありまして、ドラマとかあんまり見ないんですけど、Amazon プライムで GTO が無料で見れる。 GTO って知ってますか。知ってますよ。あのグレートティーチャー鬼塚、鬼塚湘南幕相続の鬼塚がね、あのめちょっと前のやつですよね。あそうですそうです、もう20年ぐらい前ですかね。あそうなんだ。反町隆史の、あもう反町隆史のやつ。おお、ポイズンのやつですか。もうポイズンのやつ、あめっちゃおもろいんで。マジで皆さんもぜひ見てください。めっちゃおもろいんで。何の宣伝やねんっていう話なんですけど。ああ、はい、何の宣伝だ。いや本当にあのポイズン、あの主題歌、言いたいことも言えない、こんな世の中じゃポイズン、ポイズンですよ ね。いや本当に言いたいことも言えない、こんな YouTube じゃポイズンなんですよやっぱり。
うかな。本当ポイズンですよね。まあ、ちょっとごかドキさんはね、映像編集歴は長いけど、演者は今日初なんで、そうなんだ、まあ、これがね、いわゆる初めてというやつで、いただきました、ありがとうございます。ポイズンですよ。はい、いやこう思いっきりやっぱ滑って、うん、ちょっとやっぱ気持ちいいですね。逆にこれ視聴維持率がガクン下がってるかもしれへんけどね、今ね。それかもう、こうなかったことになってるかもしれない。はい、ではそんな土岐さんなんですけども、はい、カメオ TV を知ったきっかけとか、はい、あとそしてスタッフになろうと思っていただいたきっかけって何ですか？あ、ほんまやほんまや、はい、すごく聞きたいね、うん、そうですね、まあ、知ったきっかけは、うん、ちょうど2年前、2017年で、うん、まあ、仮想通貨が、はいはいはい、来たじゃないですか。あ、盛り上がってる時、うんうん、で、ちょうど5月ぐらいやったと思うんですよ。まずちょっとドンって上がって、ビットコイン、はい、で他のアルトコインとかが、うんうん、はい、でそこで、まあ、友人に、うん、まあ、土岐さんもちょっと仮想通貨やろうやと、トレード、うーん、儲かるでっていう話になって、うん、まあ、でももう上がった後やし、うん、ちょっと乗り遅れてるんちゃうかなと思いながらも、うんうん、ちょっと興味があっていろいろこう見てたんですよね、はい、ネットで情報を、うん、はい、その時にカミオ TV 出会ったんですよ。あ、いや、仮想通貨きっかけなんですね。仮想通貨が実はきっかけですね。やったちょうど七星さんが、うんうん、その復活の呪文みたいなのを唱えてた動画やったんですよ。あー、ハードフォークの時に。そうそうなんですよ。ハードフォークでセグウィットでブロックチェーンなんたらとか。あったあった。なるほどなるほど。で、ガミオさん、もうゆいちゃんもいてたんですよ。ゆいちゃんももうポカーンってしてて、あ、なんなんやこの動画っていう。それを説明していくっていう動画ですね。そうそう、まずバーンって呪文があって、はいはいはい、あれよかったね。あれだから結構フックになって、僕は何やろうって多分飛びついたんやと思うんですけど、なるほどなるほど、それがきっかけですよね、知ったの。呪文ばっかやっとこうかな。で、まあ、そっから、うん、あ、神尾 TV って面白いなっていうことになって、はい、そっからいろいろ過去の動画をこう見てたんですけど、うんうん、そこでやっぱり原産シリーズ、うんうん、これにまあドハマりしたというか、うん、それでもファンになったって感じですよね。おー、なるほどなるほど、はい、なるほどね、はいはいはい、うんうん、で、それを、まあ、それで見ていただくようになって、はいはいはい、でスタッフになろうと思っていただいたきっかけは何だったんですか？もうこれがちょうどそっから、うん、まあ、ファンになってからもう間もなくぐらいなんですけど、うん、もう単純に編集者募集しますっていう動画が出てたんですよ。はい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 、え、俺できるって思って、うんうん、しかも大阪やんって。そうそうそう、うん、でその条件で、まあ、大阪在住で、うんうん、で、まあ、プレミアプロが使えて、うんうん、でなんたらなんたらでっていうので、うん、あ、もう全部当てはまるって思ったんですよね、うん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 、あ、もうこれ俺しかないって思って、うんうん、でいつも神尾 TV 寝ながら見るんが僕日課やったんですけど、はいはいはい、その時は正座してみました。でもう寝ようかなっていう段階やったんですけど、うん、編集者お願いしますみたいにお二人がおっしゃってるので、うん、もうバーって起きて、うん、多分最後まで見てないと思うんですよ。最後まで見ずに途中でメールバーって。なるほど、原産突破のすごくいい方法ですね、それは。ほんまそうなんですよ。ただーって書いて、プチッと送信して、うんうんうん、勢いでね、もう勢いで、おそれですね、そのスタッフの募集のきっかけは。へぇ、自分の動画最後まで見てないんよ。見てないんよ。後から見てくれてるやん、その書きながら見てくれてるやん。でも話的に途中って言った方がいいですよね。なんかね、ならね、うん、勢いが、勢いを表現したかった。勢いを表現したかったではそんな土岐さんも関わっていただいて2年ということですけど、神尾 TV に入って変わったこととか成長したことの実感できることってありますか？はい、それまではだから僕が編集してたんですよ。あ、そうそうですね、基本的にはね、うん、全部、はい、うん、で土岐さんが入ってだんだん土岐さんになっていったっていう。そうですね、はい、そうですね。いや、もうこれはね、やっぱりもう神尾 TV といえば、うんうん、潜在意識、セルフイメージ、はい、やと僕は思ってて、うんうんうん、やっぱりセルフイメージについてやっぱすごく考えるようになったっていうか、今自分のセルフイメージはどうなんやろうとか、なんかそういうことをすごく考えるようになって、はい、でまずこの神尾 TV じゃあお仕事することになりましたっていうことが決まった段階で、僕は
俺ってめっちゃついてるって思えたんですよね。あ、俺ってめっちゃ仕事運、金運を持ってるぞと。これを結構素直に思えた時点で、多分セルフイメージがちょっとこう自称ですけど、切り替わってるんじゃないのかなって。なるほどね。でそれで、まあ、やっぱりこうやってね、神尾さん、七尾さんとこう同じ、まあ、空気を吸ってるというか同じ空間で、はい、まあ、なんか喋ったりとか、うん、でまあ打ち上げとかもね、お邪魔させていただいて、うん、で一緒にこうくだらん話とかもしてるうちに、うんうん、あ、俺ってめっちゃセルフイメージがぐんぐん上がってるぞっていう風にやっぱ思えたんですよね。だからこの実際にこう接することができて、うん、セルフイメージってこんなに変わるんやっていう風に実感できたことがやっぱ一番でかいですね。ああ、なるほどね。はいはいはい、はい、まあ、セルフイメージ変わったっていうのはもちろん自称でしかないんですけど、うんうん、なんかねチェックするあれがあるわけではないんですけど、うん、まあ、自分の中では変わったっていう実感がなんかあるんですね。なんかそうですね、はっきりあるかなっていう感じですよね、はい。まあ、ちなみにこのね自称とかってダメなんですけどね。ああ、そうなんですか。生命下がりますから。そうですね、なるほど、うん、っていうような会話もよくしますよね、うん、そうなんですよ。時さん、それ生命下がってますよ。ああ、そう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 、まあ、ダメ出しじゃないですけど、そういう特に LINE とかでは、うん、ありますね。この土岐さんの LINE の文章、この一文はセルフイメージ下がりますよとか、よくやってますよね。ありますあります、はい、そんなのよくやってますね。あ、そうやね、そういうのが自然とできるグループだね、うん、そういえば、うん、そうです、当たり前に。そんなアドバイスいただいてたり、こう連絡を取り合ったりとかっていうことがもう結構セルフイメージ僕は上がってるんですよね。今は多分初出演なんで謙遜が謙遜でこれ実証とか言ってると、これは多分こうやったらいいようになるっていう、もう土岐さんのもう、あ、なる計算や編集能力腹黒いとこがちょっと出ちゃってますね。見え隠れしちゃったね、はい、うん、好感度求めちゃったあ、そうなんですよ、初なんで嫌われたくないはい、そんな感じです。なるほどなるほど。じゃあよくね、人生変えたけど付き合う人変えた方がいいって言いますけど、じゃあそれが見事に神尾 TV できてたということで。そうですね、まさにその通りですね。本当になんかいろいろそういうテクニックっていう言い方あれですけど、うん、人生を変えたいテクニックの一つとかにも言われるわけじゃないですか、うん、はい、もう付き合う人をガラッと変えるとか、うんうん、いや本当にその通りやなっていうのは本当に実感しましたね、はい。で、あとはこれ神尾 TV、まあ、神尾さん、名越さんに会うまでは、例えばいろんな成功者のいろんな自分がこう共感した部分だけをこうかいつまんでやったりするタイプやったんですよ、うんうん、あ、自分で成功法則とか読んだりして、そうそう、あ、これいいなとか、あ、この本のここはいいからこれ取り入れるとか。でもやっぱりそのやり方で別に大した人生変わってないやんっていうことにやっぱ気づいてから、うんうん、で神尾さん、直美さんと出会うちょうどそのタイミングやったんで、うん、もう成功者の言うことをそのまま聞こうやろうっていうふうに素直に思ってやれたってことですね。だからもうそのままやろう、主張の主を徹底的にやろうってやれる自分になったってことですよね。おお、これはでかいんですよ。すごいでかいですね、はい、うん、なんで神尾さんが神社に行くって言ってるじゃないですか、まあ、はいはい、僕、うんうん、神社とかって本当に全然興味がなかったんですよ、うんうんうん、でも、あ、神尾さんが言ってる、こう身近で成功してる方がそれやってるんやったら、うんうん、俺やろうって思って、うん、まあ、僕もさすがに毎日じゃないですけど、はい、うん、週に、まあ、3回ぐらいはもう行くようになったんですよ。これ結構すごい、ね、うん、すごい変化です。だいぶ人生変わりましたね。いや本当にそういうことができるように、まあ、なったってことですね。すごいすごい、はい、すごいですね。神尾 TV いいじゃないですかみんなおいでよいいですよ本当に。まあ、そういうね、心の面、精神面のもちろん成長もあるということなんですけど、うん、もう最後にズバリ聞いてしまいます。神尾 TV に入って、うん、神尾 TV 以外で仕事や年収は増えましたか。お、ここはもう一番ある意味聞きたいところだと思いますんで ね、うん、聞いちゃいましょう。いや、これはズバリセルフイメージが上がった僕なんで、うん、まあ、収入ね、仕事が増えてないわけがないんです。おお、あ、そうなんだ。バッチリ増えました、ね、あ、よかったですね。すごいですね、本当にありがとうございます。いえいえいえ、
神尾 TV 以外でも増えたってことですかね。神尾 TV 以外でもう全然増えましたね、うん、不思議と、はい、へえ、そうなんですよ、すごいやん。だこう神尾さんと出会って、ナムさんと出会って、うん、まあ、お二人からそのつながりでお仕事っていうのももちろんあって、あ、それで増えたっていうのもあるんですけど、うんうん、全く関係ないところからも声がかかるようになってきたっていうところがすごい不思議やなと思って、いや、運の巡りが良くなったりとか、こう、なんかご縁がこう加速していったりとか、そういう感じですか。そうとしか思えない感じなんですよね。取り立てでそんなに実力的に変わったわけではないはずなんで、うんうん、変わってますよ。変わってるんですか。実力ももちろんアップしたし、はい、うん、その運とかね、はい、巡りとかね、そういうのが良くなったって、応援がつながるようになったっていうのもあると思いますよ、うんうん、そうですね。もうだって休みないでしょ、ほとんど。いや、本当にないんですよ。これありがたい話なんですけど、僕みたいにフリーランスでやってて、うん、ああ休みやわって、うん、全然稼げてないやんっていうことなんで、そうですね、もう仕事いっぱいねんっていうのは本当にありがたいことです。そんだけね、みんなさんが土岐さんに仕事依頼してるってことってことは、土岐さん頼られてる、土岐さんの仕事にすごい信頼できるってことですから ね、 そうね。いや本当に、はい、もう感謝ですよね、はい。映像やってね、仕事、うん、まあ守備範囲あるけど、土日とかね、うん、結構サービス業とかブライダルとかさ、例えばイベントとかになるから、はい、土日も休みなくなるんですよね、うん、あ、そうですね、土日ほど忙しくなるんですよ。それやると平日、そればっかりやると平日忙しくなくなっちゃうんですけども、うん、平日もびっしりなんですよね今。そうですね、本当に映像屋さんとしては理想的な状態ですよね。あ、そうですよね、うん、ほとんど休み、丸一日休んでないでしょ。休んでないです。僕去年で言うと本当に丸一日何にもしなかったのが、もう本当に大晦日の日だけなんですよ。売れっ子や。ただの売れっ子や。なんかやってないと時間もったいないというか、結局追われるからやっとこうみたいになって、まあ、去年で言ったら本当それぐらいやったね。見習い。なんで？俺もそれやってて。そうですね。だから僕はもう次、うん、次のね、またステージを、うんうんうん、自分の時間もしっかり、あ、そうですね、取れるようになって、うん、でしっかり稼げるようになってっていう、うんうん、ところを目指したいですね。あ、そうですね、はい、もう時期ですよ、ま、もう次はだから仕事時間を半分にして年収を倍にするっていう目標でいってほしいですね、うん、あ、それですね、うんうん、そのセルイメージがまだちょっと全然、次そこですね、次そこですね、はい、なるほどなるほど、うん、はい。というわけでですね、土岐さんはもう人間としても成長し、うん、そしてお金もガッポガッポ稼いでる。ガッポ。この後も土岐さんのおごりです。ということは運も良くなったって感じですか？いや、運も良くなったと思いますよ。はい、まあ、良くはならないわけがないですからね。まあ、そうですね。はっきり言って。はい、うん、というわけでね、この神尾 TV に来ると成長もできるし、はい、誰か金運も上がるし、うん、いろんな運も良くなるということが。モテるし。こんな感じもあるし。雑誌の後ろに載ってるやつ。ムキムキなるし。不思議なことがいっぱい起こります。ただの嵐に。でそんな、まあ、土岐さんね、うん、若田として2年もやってもらってますけど、じゃあちょっと思考を変えまして、うん、神尾 TV ってどんなチームですか？おもうここはもう NG なしで、はい、うんうんうん、どんどん打ってください。あ、ほんまやね、うん、そうですね、まあ、NG なしで何ワクワクしてんの？俺ビビってないまあぶっちゃけて、うん、神尾 TV のチーム、うん、言いますと、はい、別に公開されてる動画と全然変わりないですよね、うん、なんだ、うんうん、雰囲気とかは別にカメラ回ってないところでもこんな感じかな。うん、まあ、でも学校では一切喋らないまあでもゆいちゃんは、うん、あの現場 の、 そのカメラセッティングしてくれてるスタッフがいてるんですけど、うんうん、その人いつもいじってますって、ね、いじってるっていうかいじめてるっていうか
そういう裏の顔は、ね、一回り年上やのにね。そうですよね、いや私から行くんですか。まあ、いじめてるというか向こうは喜んでる。そうですね、そういうゆいちゃんにいじめられたら嬉しいっていう、そういう喜ばせてあげてるんです。そういうね、まあ、分かりやすく言うと M の方なんで。そうですね、喜んではるんで。そうね、そういうのは見れますね。そうですね、椅子的なゆいちゃんは見れます。はいはいはい。なんでまあ打ち上げとかでもそんな雰囲気で、まあ和気あいあいと、そうですね、常に冗談しか逆に言ってないみたいなぐらいの感じじゃないでしょうかね。え、私で終わりですか。え、私で終わりですか。あの、おかしくないですか。舞台裏、舞台裏。一人だけ言われたんじゃないですか。いやまあね、個性豊かないろんなスタイルが、ね、はい、出ますよ。はい、まあ、あんま変わんないですよね、だからね。そうですね、基本的にはもう全然変わんないかな。なんやろうな、まあ、高校生ぐらいですよね、ノリがね。割と、まあ、だから割とそうですね、サークルのサークルっていうの、あ、大学生のサークルみたいな感じの、だいぶ意識高いかもしれん。意識高い系サークル、意識高い系。高い高い、うん、そうそう、セルフイメージ高めようサークルみたいな。セルフイメージ高い系サークル。そうですね。でそういう、まあ、楽しいノリなんですけど、おうおう、まあ、でも仕事の話になるとやっぱり真剣に、あ、まあ、切り替わるというか、はいはいはい、そういうところが僕はすごいいいなと思ってますね。亀井さん厳しいからね。ビシビシしてくるからね。神尾さんがその自然と放ってるその雰囲気なのかも分かんないですけど、うん、メガネ取ったらもうピキ筋入ってるから、筋入る。そうですよね、まあ、いい意味での緊張感があるってことですね。ありますね、やっぱり。うん、でそれをこう、まあ、僕もそうですし他のスタッフとかもね、うん、自然と感じて、うん、パッてこう切り替えてるというか、なんかそこが自然にできてるのがすごいいいなと思いますね。あ、それはそうですね、うん、ちょっと不思議な感じかもね。なんかみんなちょけてスタンプとか打ちまくって、はいはい、すぐにその LINE のね、同じ投稿の場所で真剣な話が始まったりっていう、うん、そういう切り替えができてますよね、そういえば。うん、だ普通ビジネスで例えば LINE のやり取りとかをやるって、うんうん、まあ、他でもあるんですけど、うんうん、なんかスタンプとかちょっとちょけたこととかって絶対ないん、うん、そう言いにくいね。そういうのやめましょう、うん、暗黙のなんか了解みたいなのがあるじゃないですか、うんうん、ビジネスのあれって、うん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 、でも神尾 TV はむっちゃちょけるしスタンプもバンバン出るし、うん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 、でも仕事はきっちり滞らず、あ、なんかみんなしっかりやってるっていう事実があるんで、ね、あ、ほんまやほんまや、なんか確かに確かに、その両立が僕はすごいと思うんですよ。あ、もうスタンプいっぱい売っとこう。で逆におもろないスタンプ売ってきたらおもんないしな。センスが疑われますから、うちのフライングループ。うん、1スタンプにこいつセンスないなとか思われてるっていうね。結構どのスタンプ送るかいつも迷うとか。ありますね、すごい時間かかってる。そうですね、 LINE のスタンプのセンスも含めて、うん、はい、全然特段意識してるわけないですけどね、こう楽しい時と、うん、まあ、もちろん仕事っていうメリハリがあるというかね、うん、まああるかなという感じですかね。はい、そうですね、はい。じゃあ、まあ先ほどのゆいちゃんのリクエストにもお答えする形になるかもしれないですけども、ズバリですね、はい、あのスタッフさん裏方だからこそ分かるカメラが回ってない時の神尾寮奈良伏ゆいちゃんの素顔、人柄、はい、本性、うん、どんな人ですかという。あ、もう私は終わりましたね。まだまだ裏がある。まだまだ大変なことある。そうですね、うん、本性ですよね。いや、これもさっき言った通りで、うんうん、別に変わんないんですよね。これ YouTube 的にね、視聴者さん的にはちょっと楽しくないんですけど、うんうん、実はこんな顔があるって僕もあれば言いたいんですけど、うん、まあこのまんまかな、このまんまや、ね、ゆいちゃんもまあこのまんまかなとは。そうかな、あれあります思うんですけど、うん、まあ、でも裏はやっぱり裏話とかはね、カメラ回ってない裏話とかはやっぱり聞かせていただいて、
まあ、楽しましてもらってますね。まあ、カウエフックスコーナーとか、フシアナとかでやってて、あの、YouTube で言えない話を、言えないことがカットになることを全部言えますからね。打ち上げでは全部言ってますからね。うん、すごい、そうね、すごいことを、まあ、僕は聞いてるんだなっていうふうに思ってます。まあ、別に他で喋ることとかはないんですけどね、うんうん、クエスチョンマークの顔されるだけなんで、言っても。まあ、でもすごい、ああ、そうやったんやって、いうことは本当によいろんな話よくありますね、はい、確かにね。いや割と真面目な話してないね。そうなんですよ、うん、だから株とかビジネスとかの話そんなしてないね、うん、しないですね。あ、打ち上げとかで、そう、アホな話ばっかりしてる、ね、うん、だそういう裏話、実は、うん、その撮影のあの話どうなんですかって振ったらそれでこうリアクションとかあるんですけど、ね、うんうん、例えばトレードでこれをこうとかはもう野暮やから聞かないですよね、逆に。あ、うん、別に聞いてもいいんですよ。あ、ほんますか。いくらでも言うんですけど、ね、ルール教えてください。言うといいですよ。ねえ、そういうのも、うん、まあじゃあ聞いていきますよ。はい、そんな、まあ、そんな感じですよね。なるほど。結局はまあアホなことばっかり言ってるっていう、うんうんうん、ことじゃないですかね。結局は。まあそこはそれでいいんじゃないかなと思います。なるほど、なるほど、はい、うんうん、すみません、なんかいいコメントできなかったですけど。はい、言うてます、いいコメント言うてます、言うてます。あ、もすか。はい、はい、じゃあよかった。まあじゃあ一応画面と同じで僕たちは裏でも仲良くやってるということで。あ、そうですね、そういうことです。仲良し恋しということで、仲良し恋しということで。そう、僕はあの羊が取れてますよ。嫌で。プライベートでもこれやったら嫌でしょ。実は羊はね、取れるんですよ。それ知らんかった人多いんじゃない？ほんまや、もう。このまま飲み会とか行ってると思わんといてください。そんな感じで、じゃあね、今まで語られることなかったスタッフさん側からの視点もいろいろ語ってもらったんですけども、うんうん、でもちょっとね、まあ、ね、ここまた思考を変えました。だから逆にですね、奈良節さんがですね、ドキさんを選んだ理由って覚えてます？覚えてますよ。というのもですね、まあ、それがイコール、多分神尾 TV のスタッフとして、うんうん、多分ね、動画編集者として必要とされているものになると思いますんで、うんうん、ね、今見てくださっているスタッフや出演者を希望しておられる方の参考になるかなと思いますんで、あ、どんな理由でドキさんをこう選んだのかなと。ドキさんね、うん、あのやっぱり第一印象ですよね。もう、おう、うん、パッと会って、うん、うわ、この人ガチャピンにめっちゃ似てるやんと思って。それやったんですか。それ初めて聞いたけど。あ、ガチャピンに似てたから僕は受かったわけですね。え、そうですよ。マジっすか、うん、初めてや。俺結構ガチャピンって好きで昔から。てな、まあ置いといて、置いとくってことちょっとほんま。いやでも、ね、第一印象でね、あ、この人なんか喋りやすいなっていうのはすごく大事じゃないですか、一緒に仕事やっていく上で、うん、それはすごくありましたね、うんうん、でプラスあと、まあ、スキルですよね、はい、スキルもめちゃめちゃうまいわけでもなく、うん、でスキル的には全部揃ってたということですね。めちゃめちゃうまいわけでもなくて意味わからんこと言ったけど。その 3DCG とかバリバリにできるとか、そのこっちで使い余してしまうような能力を持ってるわけではなく、うん、今あ、はいはいはい、その必要としている能力をバッチリ持っていたっていうところがまず、うんうん、だからハリウッド映画作るスキルとかじゃなくて、うんうん、カヌー TV に必要なスキルは全部持ってはったってことね。そうです、そうです、うんうん、それでいいなと思いました。なるほど、なるほど、うん、そこですよね、うん、結局でもちろんこれからね、今編集さんが4人かな、うん、いますんで、プラスアルファの能力がある人っていうのはもっと来ていただいたら本当に嬉しいんですけれども、はい、その当時のね、神尾 TV としては僕の代わりに編集できる人を探してたので、うん、バッチリだったっていうことです。なるほど、なるほど、うん、まあそうですね、奈良節さんがおっしゃったのは当時はまだ奈良節さんが編集のメインでしたからね、うんうん、というか、まあ、一応あと1名スタッフさんいましたけど、うん、まあ、ほぼほぼ奈良節さんが全部やってはったので、そうですね、その時代ですからね。その時代ですよ、うん、今やもう編集ほぼノータッチとか、ノータッチか、うん、時間いっぱいあるでしょ。たまに見るだけ。え、時間いっぱいあるでしょ。ドキさんぐらい仕事してください。あの台本がすごく大変。すごく大変。というわけでね、神尾 TV に受かるにはどうやらガチャピン似てないとダメということらしい。ムックでも大丈夫ですよ。ポンキッキーに興味ある方はぜひ。では最後にゆいちゃんから見たドキさんってどんな人ですか。チャラい。なんでやる。
なんか恨みがこもってるね今。意味が全然わかんないですよ、チャラいの。全然チャラくないですよね。だって絶対チャラいネックレスチャラいネックレス、これこれチャラいネックレス。なんやこれ。なるほど、まあ、そういう意見も。神谷さんから見て土岐さんの受かった理由というか、え、今のオチでええんちゃうもん。僕は単純にスキルはもう動画編集の長瀬さんに感じまかってたんで、長瀬さんがいいって言ったらもういいと、もうそれを信頼していいと思いましたし、 あと一緒に話してて、まあ、この人間違いないなと思ったっていう人柄です。ありがとうございます、はい、うん、あとチャラさですね。今はあの髪の毛切ったけど、もうちょっと長かったし、昔もっとチャラいジャケット着てたし。だいたいチャラいね。はい、すいません、チャラいです。ごめんなさい。チャラさも必要かもしれない、髪の TV に。でもさ、チャラい、チャラく見えたけど、中身めっちゃ真面目っていうギャップも良かったんかもね。いや、チャラく見えてたんや、実際。すごい熱い思い持った、すごく めっちゃいい人だけどチャラいなっていうのとこのギャップ。チャラかった。え、いやいや、これでなんか俺もっとチャラくしていかなあかんって、面接にチャラくしていかなあかんって思われたらちょっとあれなんで。そうですね、普通でいいですよ、はい、普通でいい。確かに僕は思ったことないけど、ゆいちゃん当時からチャラチャラ言うてたもんね。ほんまね、そんなに全然よけどな。もう俺全然関係ないけど、うん、俺そういえばゆいちゃんもガチャピンに似てるからかも。採用したの。そんな好きなんすか、ガチャピン。女子にそれ言うのどうなの。嬉しい、嬉しい、これ言われたら。ちょっと来週から撮ってもらおうかな。これ嘘やわ。嘘嘘嘘。ちょっとね、かぶせていったら面白いかなと思って言っただけで、全然そんな面白い。わからん、ガチャピン似てるは褒めてんのか、ケアしてんのかよくわからんラインですけど。全て褒めてる。褒めてしかない。ガチャピンに似てるってことは。最高の褒め言葉。なるほど。まあまあ、じゃあ、はい、そう受け止め。そうですよ、はい、来週から全身見とれてきます。いや、こんなんつけてまうんですけど。というわけで、映像スキルがある人とかガチャピン似てる人ぜひ応募してもらえればと思います。すぐ採用と思います。というわけで、ちょっと長くなりましたけども、はい、神尾 TV の大切な仲間であり、うん、動画編集チームリーダーの土岐さんに今回出演していただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。まあね、先ほども言いましたけども、スタッフさんから神尾 TV の裏側、舞台裏の話もしていただくことで、うん、またね、神尾 TV に入ってどのような人生が変わったのか、どれくらい成長できたのか、するイメージが上がったのか、仕事や年収が増えたのかなどなども、ザック・バーにお話ししてもらうことで、神尾 TV のスタッフや出演者に興味あるけど、まあ、ちょっと迷っているっていう方のね、背中を押すきっかけにちょっとでもなれたのが幸いでございます、うん、現在ですね、神尾 TV では動画編集さんを募集しております。詳しくはですね、動画説明欄に募集部のリンク貼っておきますので、ご興味ない方はぜひ一度見てみてください。お願いします。ぜひ神尾 TV にあなたの力を貸してください。またね、動画編集者さん以外でもですね、うん、今後台本書くの手伝っていただく方とか、うんうん、構成作家さんであるとかね、企画とか考えてくれる構成作家さんであるとか、うん、現場の撮影を手伝ってくださる方などなども今後募集していきたいなと思っております。あ、そうですね、はい、うん、そして、ね、ある意味ではこの神尾 TV チャンネル登録者数10万人突破のメイン企画の一つとも言えますですね、うん、新しい女子メンバーの募集もこちらもまた近々スタートしたいと思っております。お待ちください、はい、なので、ね、これらの募集の詳細は今後もこの神尾 TV とか、あと神尾の LINE アットでも、お送りしますので、ぜひまだ登録されてない方は登録しておいてください。はい、お願いします。さあ、今回はドッキさんに出てもらって、神尾 TV の裏側、そして神尾 TV に入ってどう変わったかという話をしていただきました。ドッキさん、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、今後もですね、皆さんますますドッキさんと一緒に、神尾 TV のスタッフとみんなと一緒に神尾 TV 盛り上げていきたいと思いますので、今後もぜひ見逃さないためにチャンネル登録のお願いいたします。メルマガと LINE アットの登録お願いします。そしていいねボタンもよろしくお願いいたします。シェアお願いします。はい、あと動画説明、この動画の関説明させて、スタッフご支部なども貼っておきますので、一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。